ソーシャルスマイリポート南光サンセット TV にようこそおいでいただきました。バレンタイン仕様でいきます。あなたの笑顔をスマイルジャックここは最高のオーシャンビューが楽しめる大阪住の駅は南光 ATC 内 ITM 棟10階南光サンセットホールで公開生配信しております。さてこの番組は笑顔と元気をキーワードに多彩なゲストを招いてのトークや音楽の生ライブ、住のエクと南光 ATC の情報、シオンコンサート情報、南光サンセットフォト投稿などなどなど盛りだくさんの内容をね楽しんでいただきます。テレビじゃないラジオじゃない視聴者参加型のユーストリームだからこそできるそんな番組にしていきます。マイルということでいかがお過ごしでしょうか。もうすぐこんばんは。明日がねバレンタインいうことで今日はバレンタインデーイブお届けしようと思うんやけれども、それどころじゃありません。2018年ただいまピョンチャンオリンピック真っ只中いうことで、もう多分ニュースとかでみんな毎晩毎晩見ることやと思うんやけれども、昨日ね銅メダル高階沙羅ちゃんとか高階合ってる高いやそうやねさえ高梨や高梨やばい赤いやつ、そうそう沙羅ちゃんが入賞とかで、そうそういろいろね見たりするんだけど、もう IQ が低い足はモーグルっていう競技があることすら知らんくて、今回初めて知ったんだけど、すごい神経運動神経やなと思って、なんか自分のことに置き換えるとね、自転車チャリ族なのだから毎日自転車を乗り倒してるわけなんだけど、今まではさ、ちょっと若さもあったからなんか風が吹いて埃が飛んできたらなんかシュッて避けることすらできたよね、できたけど、もう最近はそれがもうなんか目の中に入り鼻の中に入り耳の中に入りなんか避けられず、しかもなんか目に入ったものを出そうとする涙すら出てくるのが遅いぐらいのなんかすごい反射神経になってきてるから、なんかもうねそんな溺れた私がなんかオリンピックとか見たらもうみんなシュンシュンもうなんか瞬間移動してるわけやんか競技中に、なんかもうすごい元気もらってね頑張ってはるなって思って、私も負けてられへん誇りなんか言ってられへん思ってな、そうそう毎日ちょっと勉強させていただきます。本当にね今は真っ只中、肉の日から始まったから2月の9日から始まったから、今日が13日ね、まだだからね5日ぐらい4日とかしか経ってないから、まだまだこれから盛り上がりを見せてもらえるんじゃないかなと思っておりますけれども、フレッシュでも配信を南光サンセット TV ね最近してるので、ぜひともコメントの方はフレッシュでぜひとも送っていただけたらなと思っております。そんなお相手はこの番組のナビゲーター&スマイルハンターのシンガーラブソングライターのゆなです。よろしくちゃん。聞こえたかな、ちょっとちっちゃかったはい、とりあえずゲストのコーナーなんですけれども、今日は取材の報告動画V をねお届けさせていただこうと思っております。まず今日はねスペシャリーに2つあるんやけど、1個目なんやけどね、たろーんこちらの方に映るかしら、こっち2回目にしようか。はい、行ってきました。なんと、前回かな告知に皆さんで来てくださった前々回にね南光サンセット TV に来てくださって、ほいでこのサライブのイベントのね紹介をしてくださいました。そちらの方にイベント行ってきたんだけど、ねすごくてね、じゃあこれはおかしい、ちょっと待って、これもねおまけでもらったのね、一番最後にアンケートを出ししていただいた皆様にお配りしますって言っていただいたんだけど、一番最初入ったらこんなファイルももらって、でからにこんな資料とかもねたくさんいただいて、なんかね結構ぎっしり入ってたよ。で南大阪病院であったイベントだったんですが、考える防災教室とか、このねこちらの方です、これがそのチラシなんだけど、 10.22 を振り返る、で2月の10日に
行ってきたってことなんだけど、このね、すべてのイベント、プログラムが行われてて大盛り上がりでした。そのね、V を今から見ていただこうとは思うんだけれども、その中に入ってたのもこの区長さんが映ってたりねするような、はいはい、こんな感じのね、サザピーが映ってるような。なんか最近いろんなチラシで区長さん見るけど、結構俳優な感じやねアクティングしてはるすごいなんか演技な感じ。いや、なんか映画お好きやからそういうのもお好きでうまいんやろうなとは思うんだけれど、そうそう、だから大阪ガスさんと一緒にされてたりとか、そういうのを、本当に楽しみながら見てきました。その映像もね、ちらっとちょっとだけなんですがお見せしようかなと思います。行きますか、大丈夫そうですかね、お見せしようと思ってます。住之江で安心して暮らそうのサライブということらしくてね、その辺の説明もあるかな。はい、行けますか。はい、それでは VTR スマイルジャーン。もうすぐこんばんは。今日住之江区の地域福祉防災イベントに参加しに行ってきます。雨やけどレッツゴー。わー、元気くー。そしてニオちゃん、いや、こちらからもありがとうございます今日はワンちゃんの、はい、ペットのみんなの防災、はい、そうですね、はい、ペットの方はですね、やっぱり人間が優先ですので、なかなか避難所にも入れないんですけれども、まあ、そういった方のためにペットの避難は自主避難です。あらかじめ知人友人などに避難をさせてもらえるように打ち合わせをということで、ご自分でちょっと避難先を考えててもらったら、まず首輪には迷子札、もしくはマイクロチップをつけましょう。名前が分かるように迷子札とマイクロチップをお願いします。で、行政的にはこのマイクロチップらしいんです。このプチッとなんかちょっと入れるらしいんですよ。はいはいはい、はい、全然問題ない。問題ないんですね。あとはペットの避難はゲージに入る訓練を、こちらに入る、入って、入って、で、まあ、連れていくっていうことで、なるほど、まあ、いつでもじゃあ常備もしないといけないですね。そうですね、はい、あとはペットの防災グッズも忘れずに、みんなに迷惑かけないように準備をお願いしますということを啓発させてもらっております。今年は犬年ですので、あ、おもやそうやそうや、ワンちゃんも頑張らないといけないと思ってます。ありがとうございます。こちらのブースでも、はい、ボイスオリジナルです。違う今まさに作られても最中ということで、ハゲとかくるぎを使って、はい、もう縦に裂いてそれをねじっていくだけで頑丈なロープが作れるので、針とか糸とかなんかそんなものがなくても、うんうん、はい、結構丈夫なんで、可愛くホイッスルにデコレーションしていただいて、つなぎ合わせて、まあ、常に持っておいていただいたら可愛い。ザ危なくもないですね。なんか針とか使わない。あ、本当頑丈、まず、そうなんです、うん、強いんで、これでも可愛いね。そう、こんな感じで可愛くやってもらえる。ちょっとやらせていただこうかな。長いバージョンと短いバージョンがあって、短いバージョンはカバンにちょびっと入れるタイプ。こっちは早いです、こっち長いです。長い時間。なるほど、じゃあちっちゃいので、はい、ちっちゃいので、はい、毎回南光サンセット TV でもピッて拭いてみよう強すぎるイエーイ、できました。めっちゃ頑張ってイエーイ。こちらではずっと説明をされてます。
なテーブルの方エレベーターに乗っている時に大地震が発生、取るべき行動として正しいのはどれでしょう。1、非常ボタンを押す。2、すべての階のボタンを押す。3、揺れが収まるのをじっと待つ。さあどれでしょう。ありがとうございます。結構分かれてますね。上げてください。やばいやばい、誰も3人おらない、誰も3人。ありがとうございます。残り2問です。皆さん頑張って。鹿が入ってるんですけども、赤ちゃんとですね、赤ちゃんとお母さんがもっと温かい目で受け入れられる社会を目指したいと。で、子供が電車の中で泣いてしまったら申し訳なさそうにするべき、電車の中でベビーカーは邪魔だから電車の中では畳むべき、お母さんは優しくて穏やかであるべき、まだまだ目にするあるべき論っていうのがですね、そういうのに縛られて肩身が狭くなってしまってるお母さんにはこう楽になってほしいという願いを込めてですね、こういうステッカーを奈良の方から作って、子育てしてる世帯も温かく見守っていける、社会を作っていきたいということで、こういうステッカーが生まれてます。場所にペットを連れていけるかという問題なんですけれども、答えは連れていけないです。実はもう防災の避難場所にはペットはダメなんです。国の方からですね、ガイドライン、環境省がガイドライン出してるんですけれども、各市町村で判断しなさい。京都市の、防災訓練ではこのペットの同行避難ということをやられました。で、大阪市の方では今まだ検討されていないそうです。で、また今後はね、可能かもしれませんけど、今現在は連れていけない。日常からエレベーターをよく利用します。今回の問い号は、エレベーターに乗っている時に大地震が発生、正解は2番です。はい、ここ間違いやすいかなと思うんですけれども、すべての階のボタンをとりあえず押すと最寄りの階にエレベーターが停車するようになっているとのことなので、そこから、エレベーターの外に出ていただくということで、これがとても大切です。空調に持てたんや。空調足早そうやけど、空調足早いですからね。空調ぐらいかなと思ってたんですけどね、もっと早かったですね。ウサインボルト。空調はどのぐらいなんですかね、ちなみに100メートル。今日は18秒です。遅ないちょっと。日村さんです。告知にも来てくださり、ありがとうございました。助かりました。何ですか、終えて。ああそうですね、はい、地域の方がね、話させていただいたように、安心して暮らせる住みの家をより作っていけるいい機会になったらなと思いますので、今日いろいろな話皆さんからもいただいた中で、皆さんの中でも知識として入ってきて、防災だけではなくですね、障害を持たれている方や生きづらさを抱えている方も一緒に、逃げていただけるいい機会になればなと思ってます。一歩ずつでいいんでなっていけばなと思ってます。なんか楽しく勉強できたというか。そう、ありがとうございます。よかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。また来てください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。もうトミーさんも大活躍です。そうですね、すまーん。はい、じゃあ早速いただきました。来てもらって本当にありがとうございます。いかがでしたか。なんかね、思った以上に、たくさんの方に来ていただけたことと、10.22 を彷彿とさせる大雨の中来てくださって、あとは結構ね、なんか座学みたいなだけやとめっちゃもったいないので、ほんまにタイムアタック、後ほどのワークショップみたいになんか
なるべくグループアップしてもらったりとか、皆さんの声を届けてもらったり、避難所にね、本当にこのメンバーが来た時にどう誰が動くのかとか、どう協力し合うのかみたいなのの、ちょっとこれ自体がシミュレーションゲームみたいな感じではあったので、この私たちの理想にちょっと近づけることができた気がして嬉しかったのと、やはりあの夢中センターの当事者メンバーがいっぱい来てくれたので、自然なことなんですけど、地域の中に高齢者も障害者も当たり前にいるよってところを私は常に伝えたいので、姿見せてくれて嬉しかったなと思って、はい、頑張りました。ありがとうございます。来ていただいて、またまた次回もどうですね、ちょっと第2弾第3弾で動いていきたいです。せっかくやるなら本当に楽しく、ね、いつもおもろく、いつもね、モットーですもんね、はい、おもろくやりたいなっていうのと、まあ、芸人さんの力などもお借りできたので、楽しくその防災とか町づくりをやれたらとてもいいかなと思って、どうさんでした、今日はサライブのイベントに参加させていただきました。いろんな方と出会えたことと話せたこととすごく楽しく勉強できたことで、これからのパワーになりました。皆さん本当にお疲れ様でした。またまた南光サンセット TV 来てください。作ってきました。さっき VTR にもあったみたいに、これここのやつね、そうそう、これをなんか こっちにしてこっち向こうにやってみたいなんですごいなんか頑丈にできるみたいで、ホイッスルね、手作りで作ってここに追いかけやったりとかで、まあいうのはもちろんちょっとあのスマイルジャックね、書かせていただいたりとか、ちゃんとね、あの CM 入れてるっていうそうそう、でもあのすごい楽しくて、あの防災やけど、なんかちょっと防災とかあの福祉とか地域っていうなんかちょっと堅苦しい言葉を並べるとなんかちょっととっつきにくい感覚はあるけど、でも全然言ってみたらそんなことがなくて、楽しく可愛く、そしてなんかあの珍しい感じのこんなホイッスルの手作りがあったりとかっていうのも、でみんなでゲーム大会みたいな感じであの勉強できたりとか、あとまあクイズ大会ねやったりとかっていうのがすごいなんかあの斬新で、でもあの楽しくて、私は行ってよかったなって思いました。でまあこんなんとかあのもらえたりとか、さっきも言ったみたいにちょっといつまでもお家に置いといて、いつでも見て確認できるような冊子とかももらえたりするので、で最後にさあの出てはったあのみあの VTR 見てたら分かると思うんだけど、この、 あの芸人さんあのそうそう、これ雷鳴さんっていうらしいんだけど、住の絵住みます芸人そう、住の絵区に住みます芸人どんなそんな芸人さんいてはんねやって思ったんやけど、なんかいてたりとか、これはあのその冊子の中に入ってたチラシなんだけど、またね2月の18日にこういうことしますっていう住の絵区のあのイベントの情報なんやけど、そこにまた出てたりしてるので、なんかあの面白くかつなんか真剣なお話勉強するっていうことで取り組んではるので、すごいあのなんていうか参加しやすかったり、あとねお子様とかも結構いてはったりしたので、なんか皆さんでそれでまたねこれからのなんかやっぱり命をつなぐ経験になるっていうことなので、あのおすすめです。まあ、ちょっと あったら行っていただけたらなと思いますこのサライブは今回1回目やったんやかな、あ1回じゃあ前回なんか1回やったけどかなんか言って、あ、まあ、それはちょっと前々回の南光サンセット TV 見てみてくださいそこでみんな詳しく言ってくれてるから、そやけどまたなんかこういうイベントどん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 やりたいって言ってはったので、逐一ねチェックしてあの情報をね取り入れてみてはいかがでしょうか。まあ住之江区の地域の人たちだけではなく、いろんなところからあの来てたりしたので、ぜひね行ってみていただけたらと思います。コメントどうしゃんどうしゃんお待ちしておりますけれども、いかがでしょうか。ここでちょっと告知とかも言っちゃいます。あの住之江手塚山はまだそんなややこしいそうですか。あ、ほなやっぱりちょっと短くなりましたねはい、いうことなんですけれども、いかがですかね。え、次、あ、そうだ、次まだあんねやわ。
次の動画、それでね、加賀屋商店街の近くに、南大阪病院があったということで、バレンタインが近いと、もうだってバレンタインデーイブやからね、今日自身が。なので、去年も取材、突撃取材に行かせていただいた、加賀屋商店街の近くにある、フランスお菓子屋さん、ジュールさん、フランスお菓子屋さん、うん、のジュールさんにまたちょっと突撃取材に行ってきました。そちらの VTR も行きたいと思います。大丈夫ですか？はい、それではスマイルじゃーその2さらーん、バレンタインが近いということでジュールさんにまたまたお邪魔しております。お久しぶりで相変わらず、そう、この間いただいたこのシールをね、はい、いつも使ってるピアノにも貼らせていただいてます。ジュールちゃんのシールなんですけど、バレンタインが近いということなんですけど、去年と今年ではまた何か変わったりもありました？新しく、うんうん、マンディアンっていうのが、うんうん、マンディアン、はい、なんかチョコレートの上にナッツとかドライフルーツ乗っけてるやつ。あー、ドライフルーツ今結構注目されてたり、うんうん、インスタグラムにもアニマルの動物ちゃんのねケーキが載ってたんですけど、あ、そうそう、この間パンダね、パンダちゃんが載ってたり、やっぱり随時予約で、そうですね、うん、お作りしてるんですけど、なるほど、さっき言ったクマの小さい版とかがこんなとかになってますし、うんうんうん、だってもうバレたいのはこんな感じです。そうそうなんですよね、もうラッピングとか、あー、そっかそっか、このチョコレートだ、はい、なるほど、1個指とかもしてますし、うんうんうん、やっぱり地元の方とかも、そうですね、結構これ加賀屋商店街にお越しの際はもう、でも商店街からはすぐここね近いので、はい、ぜひともお立ち寄りください。そしてそしてお土産などにも買っていただけたらなと思います。ジュールさんでした、ありがとうございました。タラーン、見えるかしら。ここにジュールちゃんがいてるのね。そう、ユナがいつも弾いてるこのピアノの後ろにいてるんだけれども、もうねこれがねどんどんねサインがねいっぱいになってきてね、貼るところがなくて、そうそう、いろんなのをね貼ってるんですけど、これはちょっとワンショットさん、シーサーさんとかね、と桃山社長のウクレレから、ウクレレの社長さんからもらったのとかね、いっぱいあるんですけども、ジュールちゃんもこのピアノに、はい、置いてます。店長さん、ありがとうございました。いつもね突撃取材やからおーおーおーってなるんだけど、そう、でも去年も突撃やったし、もう今回も行っちゃえとか言って行ったんやけどね。で、今回は初めてチョコレートとか買わせていただいて食べました。ほいや、ねえ、ちょっと待って、それ見せたいねんけど、いけるかな、これわかるかな、見える？そう、こんなね、クマちゃんとパンダちゃんのねチョコレートかわいい、こんなん買っちゃったりとかしてんけどな、ビターな感じで美味しかったりとか、チョコレートがねちょっとまた一工夫されてて美味しいです。まあ、加賀屋商店街の、まあ、沖さんのね洋服屋さんの近く、セレクトショップの近くでだったりもするんだけど、でも割と入り口、公園の方からの入り口を歩いたら左に曲がらなあかんねんけど、割と近かったりするので、ジュールさん、またチェックしてみてください。お近くの人、まあお近くの人はもう知ってるかもしらへんけどね。あとね、最近ねインスタグラムも上げてはるんですよ、ジュールさん。それが例えば出てくるかしら、ジュールさん、ジュールさん、最近ね南高三省堂 TV でもね見つけて、あ、いてはるって言って見つけて、ジュール、そう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 、こちらですね、フォローさせていただきました。だらん、映るかしら、そう、 JOUR かな、はい、やったりするので、またそんなんもインスタグラムとかからも見てみていただけたら思います。はい、そんな感じかな。なんかね、やっぱりね、その後にね、またね、沖さんのところにもなんていうか、
お邪魔させていただいて、お邪魔で出していただいてありがとうございます。ほんで住之江君の情報とかをまたね、あの交換というか、まあ、教えていただくばっかりなんやけど、そう紹介していただいたりとか、最近は加賀屋商店街に行ったら あそこも行ってみよう、 あっちも行ってみようみたいな、そんなんが増えてきたので結構楽しかったりします。またね、ちらっとあのいきなり突撃で取材とかも行こうかなって思うの、もうなんせ気まぐれなんや、そう、椅子やからあの取材行きますとかじゃなくてフラッとね寄ったりとかっていうのもあるので、まだまだだってさ、これからさバレンタインが明日やろ、ほんでまたそれからに1ヶ月後にはホワイトデーがあったりするわけじゃないですか。そんな言ってる間にもう GW やんか、ゴー渡辺が来るわけや、 GW ね、ゴールデンウィークが来たりとか、もうね夏が来るまでにいろいろあると思うので、しかも住之江区は何といってもイベントが多いっていうことなので、またちょっといろんなところにイベント取材してこれたらなと思っている次第でございます。いかがでしょうか、大丈夫ですか、言い残したことはないかしら。多分ね参加された方もたくさんいてはるとは思うんですけれども、はい、そんなこんなで取材報告動画回させていただきました。はい、大丈夫ですか。サンセットライブ、お待たせいたしました。本日なんですけれども、みつのりさんに登場していただきます。そう、以前ね南光サンセット TV にも出演していただいたことのあるシンガーソングライターみつのりさんが1月の28日本当に最近なんですけれども、みつのり 10th anniversary、10周年、レコ発ワンマンライブシングルラブを大成功で収められましたということで、今日はねそのみつのりさん、そして一緒にされてたキーボードのエチュードさんとご一緒に南光サンセット TV にまた来ていただけることになりました。本当にね念願、この間はねちょうどねさっきもねリハーサルで話してたんやけど、3年前ぐらい、まあ後でまたねじっくりとそのお話もお聞きしようとは思うんですけれども、またワンマンライブの話とかもね聞かせていただこうと思いますけれども、今回はそんな2年越しの、念願のご出演、私たちの念願ですけれどもね、はい、ご出演ということで大丈夫でしょうか。はい、それではお楽しみください。ジョイナーズ、サンセット TV をご覧の皆さん、もうすぐこんばんは。はい、ということで、シンガーソングライターのみつのりです。久しぶりにこのサンセット TV にね、呼んでいただきましてありがとうございます。今日は後ろにねみんなからちょっと 見づらいかもしれないですけど、あのサンフラワーがあって、そのサンフラワーを背に、この歌を聴いていただきたいなと思います。ひまわり。越えれない壁がある、それでも頑張れと誰かが言う、でも僕は思うんだ。無理に頑張らなくても少し休めばいいのさ、やめなけりゃいいんだってことに気づいた。いつかそのうち乗り越えられる日は来る。今の自分を評価できるのは誰でもない、きっと未来の自分だけさ。 We can go 焦らずのんびりマイペースで行こう。人生
かならないさ。てかチャンス、いつの日か必ず輝ける日が来る。だから夏の日のひまわりのように高く顔を上げて、歩いても歩いても前が見えない道がある。それでも進めと誰かが言う、でも僕は思うんだ。道は自分が歩いてきた足跡で、その先に初めから道なんてないってことに気づいた。いつか疲れて立ち止まる日も来るけど、歩いてきた道を振り返れるのは誰でもない、一歩踏み出す自分だけさ。 We can go 焦らずのんびりマイペースで行こう。人生になるようにしかならないさ。Take a chance、 いつの日か必ず輝ける日が来る。だから夏の日のひまわりのように高く顔を上げて、We can go 焦らず、のんびりマイペースで行こう。人生になるようにしかならないさ。 Take a chance、 いつの日か必ず輝ける日が来る。だから夏の日のひまわりのように高く顔を上げて、だから夏の日のひまわりのように高く顔を上げて。ありがとうございます。ひまわりね、聞いていただきました。次の曲はですね、先ほどもねちょっと紹介していただきましたけれども、昨年の11月に僕はデビュー10周年を迎えまして、その記念、ニューアルバムが発売されました。その中からね、1曲お送りしたいなと思います。All My Love 聞いてください。
と耳つめ合えばまた一つ愛が膨らむような気がした。でも求め合うだけでは真実は見えなくて、時に愛は人を傷つけて痛みを知る。それでも人は愛を求め愛することをやめない。僕が君を、君が僕を必要とするように、全てを愛そう、全ての愛に All my love。ございました。三つのりさん、そして中田さんでした。それではスタジオの方に三つのりさんをお呼びしたいなと思っております。
すごい、こちらの方にもパラーンあるんですけれどもね。あ、どうぞどうぞ。もうすぐこんばんは。こんばんは。本当に、ありがとうございました。今日はご出演。いやもう本当お久しぶりで。お久しぶり、本当にね、先ほど言ってて、ね、2年前、うん、で、今日がね、95回目の南光三省堂 TV なんですけど、ね、そうなんですよ。すごいですよね。そう、前回は37回目、ね、どうすならと5回まで100回目に出たかったかなと。あ、ほんまや。いや本当に100回目にも出てくださった。いやいや、もうありがとうございます。嬉しい、ね、そうですよね、はい、うん、そう、その時は多分南光、その時も三省堂ライブでご出演くださったんですけれども、うん、いや、それこそレコ発おめでとうございました。ありがとうございます、本当にね、大盛り上がりだったということで、はい、いやなんかね、うんうん、お客さんがもうすごくね、うん、ノリノリで、うんうんうん、すごく楽しかったですよ。私実は、あのビデオをね見て、本当にもう、あの会場全体が一体になって、本当に揺れてるところを見て、そう、もうすごいと思って、かっこよかったです。すごい動画見て、本当ありがとうございます。いやもう本当にお疲れ様というかね。でもやっぱり11月、2017年の11月にアルバムができたんですよね、こちら。あら、そうなんですよね。そうそう、ほいでからに1月にレコ発ということで、それこそひまわりもアルバムバージョンに入って、そう、アルバム、そう、だから前回来た時はちょっとひまわりをシングルでリリースした時で、いやー、そうなんです、そうなんですね、はい、いやー、はい、なるほど、そうやったんや、いかがですか、なんか一番印象に残ってることというか、ワンマンライブで、あ、ワンマンライブで、ね、うん、今回のね、1月、あのね、うんうん、もうみんなね、歌覚えてくれてて、うんうんうん、ほんでね、ハマってくれてんね、すごい、心や、なんだ、もうなんかね、それにちょっと感動してしまって、うんうんうん、もうすごいなって、もう三則さんにもハモるぐらいの、そうそうそう、すごいすごい、もう合唱団になってみたいな、うん、いやー、うん、最高ですね、そう、うん、そうなんですね、うんうん、まあ、エチュードさんと、うんうん、ご一緒にされてたということなんですけれども、うん、そっかそっか、まあ、あのリハーサルの時から、まあ、こんな風にしたいなっていうイメージとかもあられてってことです、うん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 、そうやね、あの、うんうん、まあ、今回あのサウンドプロデュースしていただいたね、はいはい、あのまあ、チャギアンドアスカさんや、あの小田和正さんや福山雅治さんがの、まあ、あのコーラスとかね、はい、担当されてるその西司さんって方に、うんうん、あのサウンドプロデュースしていただいたんですよ。うわ、で、まあ、もうそのアレンジをね、うん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 、可能な限りこの編成で、うんうん、はい、エチュードさんとのピアノと僕のギターの編成でね、うん、まあ、表現できたらいいなっていうのが、そしたらまあ突然サプライズでその西さん会場に来られて、うん、あ、そうなんですね、僕ド緊張で本当、来られて分からなくて、でもね、西さんサプライズにしとってくれって言ってたんですよ。いやー、そうなんですね、びっくりして、いやー、はい、もうあの見えました、会場、あの舞台から、いやもうね、あの楽屋におったら、うん、あのエチュードさんが突然楽屋に飛び込んできて、西さんやばいやばい言ってこれで、何どないしたの、何言ってんの、言って西さん来てる嘘みたいな、でもなんか本番前にちょっとご挨拶しに行って、いやー、はい、また本番前っていうのがまたね、緊張しますよね。そう、でも行かざるを得んでしょ、これね、ですよね、知ったら、うんうんうん、そう、それがね、いやー、まあでもその西さんも目の前で大合唱行われてるところ見てあるわけですからね、もう西さんもノリノリでなんかもうやってくれて、いやもう考えるだけでもうなんか感動しちゃう、そう、もう本当ありがたいことで、いやー、うん、あの変なこと聞きますけど、うんうん、ライブ終わって何食べはりました、うん、最初に、一番最初に何食べたかな、何かね、ちょっとね、あれ何やったかな、タイ料理かなんかそんなとこ行ったんですよ。タイ、なんかちょっと間違ってるかもしれんけど、なんかそんな感じ、うん、なるほど、ほんでね、まあ、でも僕肉食べれないから、あ、そうなんですか、そうなんですよ、うんうん、ほんで結構肉料理が多かったんで、あ、なんかね、焼きそばの肉抜きみたいな焼きそばを食べられたということです、皆さん。なんかでもその日本の焼きそばじゃなくて、おうおう、なんかそっちのその、そのなんかおしゃれな感じのね、美味しかったです。いや、そうなんですね、うん、もう終わった瞬間も飲んだりもします、お酒、あのね、うん、めちゃめちゃ飲みたかったけど、うん、車やったんで、でも我慢しはるタイプですね、我慢したね、これ、そんなね、飲んでもしも飲むことがあったら、そう、そらあかん、そらあかん、そうですよね、そう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 、いやー、まあ、ほんなら打ち上げも盛り上がったということで、うん、いやー、そうなんです、うん、またあのワンマンライブ、まあライブされるってやっぱりワンマンライブですよね、うん、そうですね、うん、あの、まあ、ツーマンとか、うん、スリーマンとかそういうのもありますけど、あの近々では3月の24日に、あ、そうなんです、はい、3月24日ライブございますね、はい、はい、何が一番見やすか、フェイスブックが一番詳細が上がってます、そうですね、あのホームページのブログが一番
早いかな。なるほど、はい、ブログは、うんうんうん、そうですね、逐一チェックしていただけたらと、うん、はい、はい、うん、思っております。もうアルバムでもね、やっぱりあのレコーディングとかでも思い出があるとは思うんで、まあそんなんとかも込みでね、ワンマンライブでライブはされるとは思うんですけど、なんかアルバムのエピソードとかってあったりします？アルバムのエピソードね、うんうん、今回僕ね割とね、はいはい、レコーディングテイク早い方なんですよ。あ、そうなんですね、うん、だけど今回はね、なんか自分で、まあ、作っといてなんなんですけど、うん、なんとなくそのテーマが大きかったんですよ、自分の中でね。なるほど。でさかそのテーマがね、だって10周年、ね、いや、まあ、ね、うん、ね、それでね、歌っててどうもその表現しきれてない自分がいてて、それでね、何回もやっぱりね、レコーディングし直したっていうところが、まあまあその自分の今回の、うんうん、まあ、一番でもそれだけこだわりがあったというか。いや、そうですね、うんうん、あ、いつもはでも短い方なんで、うん、もうこれでいこうみたいな。割と割と早いんですよ。へえ、早いって言ったらリアルに何日ぐらいになるんですか？いや、もうね、だいたい1曲、だいたい3テイクぐらいで終わってしまいます。あ、早い、ほんまに早い。あの、多分皆さん分からへん方もいてあるかもしれないけどほんまに早い、うんうん、そうなんですよ。そうなんですね、うんうん、そうかそうか、うん、それはまあ今回ちょっと多めに、うん、そうですね、うんうん、もう1日で終わらなかったのもあったしね。あ、なるほど、うん、そうかそうか、うん、特にこの曲とかもあります。あ、特にね、あったのはね、12曲ね、ございますけども、やっぱりね、今歌ったオールマイラブとか、私なんかもう泣きそうになりました。いや、今だけ、うん、いや、ありがとうございます。本当に、やはりちょっと思い入れが入れば入る、うん、まあね、どの曲もあるとは思うんですけどね。そうか、ちなみにどんな時にできた曲なんですか？これはね、うんうん、そのね、元々の原曲っていうのは、はい、108、9ぐらいに書いた曲やったんです、このオールマイラブっていうのは。そうなんですか、はい、もうティーンネージャーの、そう、うん、もう、まあ、未完成のままちょっとこう、うんうん、ある程度骨格だけができてたみたいな、うんうんうん、でそれがね、ずっとこう、まあ、ポイント人生のポイントポイントで出てきては、うん、手直しして、うんうん、もうなんか納得いかず、うんうん、この年になってやっとって感じです。うわ、はい、そうなんですね。そうなんですよ、そんなことが、はい、もう言ったらアルバムの一番最後にね、ありますもんね、いやそれ聞くだけでもなんかちょっとイメージが膨らむんですけど、18、もうその時にあ、これやって思って書きました。そうですね、歌詞とかさっきにやっぱり曲ができます。あの、ね、僕大体同時ですね。あ、そうなんですね、同時、なんか視線とか曲線ってあるけど、同時の言い方ってまだね、未だに分かんないですよね視線、そうやね、曲線の、なんて言うんですか、まあ同時でいいですかね。なん、あります、同時やね。今何か言うはる、あ、活動歴がもっと長いということで、ね、無駄に長いの。いやいやいや、無駄に年も経ってます。それこそだって18とか19の時にはもう書かれてるってことですか。そうですね、うん、その前からもう活動されてるということで、いやー、そうなんですね、もうその時その時にやっぱり節目というか、この時のあの時代やったなみたいなのもあります。あ、あるね、うんうん、あのライブを思い出せばこれを思い出すとか、うんうん、やっぱり、まあ、でもね、最近年とともにちょっと記憶が低下していってるからちょっとね、思い出しづらい部分もたくさん出てきてますけど、まあ、もうあるあるですけどねまあね、でもそれだけ長いっていうことですもんね。もう昔からやっぱり帽子サングラス、うん、やったことないですよ。ないです、うん、もうデビュー当時のジャケ写なんか見てもらったら別人ですか。あ、ほんまですか、ええ、そっか、ええ、私でも、うん、どんだけ伸ばしたらその髪の毛綺麗に伸びはるんかな。結構長い。ちょっとそう、ちょっとカメラ映つ、ほらほらほら、すごいの。そう、ドン・コニッシュと間違えました。おしゃれやしね、そうそう、だからだらすとこの辺ぐらいまであるかな、うん、ありますよね、うん、足もこんなに伸ばしたことないかもしれない、うんうん、いやー、うん、そう、もう今はもうポリシーみたいになってます。なんかもう、うん、キャラ付けになってもうてね、うんうんうん、キロ変えたらあかんって言われますけど、あかん、もうそれはね、切らない方がいい言うて皆さん、うん、そうですよ、ね、もうそんなんやったらほんまに、うん、あの街歩いてたら、うん、みたいな、いや、もう言われます、うん、平気で握手してください、うんうんうん、頑張ってください、ドンコニッシュさんそっち、もうそれもほんまさんも僕もめんどくさいからはい頑張りますってそのまま言ってますけどそのまま行くんですね。そう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 か、そうか、うん、
そうもうね、うん、そんなこんなもありまたちょっと3年 2年3年ぐらい、うん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 、経った後にもまたね、うん、ご出演だったんですけれども、はい、ラジオもされてるということで、そうなんです、はい、サポートピアノの、ねはい、エチュードさんと一緒にはい、ラジオをね、うんうん、これ映るからこれはあんまり映らん映した方映さないわ、はいはいはい、これですね、オブリーナラジオっていうね、はいはい、桜井 FM さんの方で、はい、毎週、水曜の、うん夜10時から、はいはい、1時間半30分番組です、はい、30分番組で、音楽番組としてお届けしてますんでね、もちろんそちらの方もブログで、はいね、随時チェックしていただけたら、はい、思っております。どんな話をいつもさ、やっぱテーマが あのね、それぞれのね、うんうん、1曲をねチョイスして、でその曲についてねいろいろ話するんですよ。あ、いいですね、ええ、今の曲であったり、まあ、夏メロであったりとか、そうなんですね、うん、またちょっとコメントとかもいただきながら、はい、そうですね、うんうん、はい、うん、ぜひともね、毎週水曜日ですので、うん、はい、そちらの方のチェックもお願いします。そしてそして3月のね24日で、はい、はい、またございます、ぜひともねまたライブもさせていただけたらと思います。本当に今日はありがとうございます。ジュースさんもありがとうございました。はい、またまたぜひともねご出演お願いいたします。こちらご出演お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コメント来ております。ギターかっこいい、青いギターかっこいい、泣けるママライブ思い出します、パチパチいう風にね、コメントもどっしゃんどっしゃんお待ちしております。あ、フレッシュの方もだいぶと視聴率が伸びてきておりますね。ありがとうございます。ではでは、南光サンセットフォト投稿のコーナーに参りたいと思います。今回ですね、謎のデザイナーさんから先に行こうかなと思います。その後はいつも本当にたくさんの作品を送ってくださるマローさんの作品となっております。こちら謎のデザイナーさんから、実はねすぐそこにおられるんですけど、すぐそこで働いてはるんですけどね、そうそう、たまに南光サンセット TV、 ここで南光サンセットホールにちょこっとね遊びに来てくださったりとかしてるんですよ。インスタグラムでねたまにタグ付けもしてくださったりします。今日もちょっとだけ夕日が見えました。晴れやったからね。2018年3月13日南光サンセット TV を南光サンセットホールでお届けしてます。南光サンセットフォト投稿のコーナーです。南光サンセット何回言うねんな。こちらからですね、はい、なんかちょっと夜景っぽいんかな、すごい、昨日かな今日かな、南光サンセット TV のインスタアカウントをタグ付けしてくださったものをまたリポストしたんだけど、そちらの方にマルーさんの作品を載っけたら、もうね国境を越えて外国の方からメッセージが来て、素晴らしい写真だねって言って、フォトグラムだねって言って、そう、色といい、なんといい、すごいグレートだよって言って来てました。そう、本当に素敵なんです、いつもね送ってくださる。ちょっと撮り方を教わりたいっていつも言ってるけど、キリンシャンが見えてるね。そう、これいつもキリンシャンって呼んでるんだけど、白ネギくんもたまに映ってる時ある。南光サンセットホールからはね、白ネギくんがいつも見える。今日も煙が出てますよ。
い、ということで南光サンセットフォト投稿のコーナーでした。南光で撮ったサンセットフォトをもハッシュタグでサンセットフォト投稿とか南光サンセットフォト投稿ちょっと長いんやけど、あのそちらの方でハッシュタグつけて投稿していただけたら、そっちからねあの撮ってですね、こういう風に生配信で世界発信させていただくので、またぜひね南光サンセット TV のアカウントから詳細を見てみていただけたらなと思っております。南光サンセットフォト投稿のコーナーでした。ありがとうございました。ひねくれゆなの砂おけじゃんぶーぽん。このコーナーはシンガーラブソングライター私ゆなのね、コーナーになるんですが、今回ですね、ゆなきま散歩、ゆなのきままに散歩、最初 VTR 流すのをこの間ねちょっとトラブって、オンラインでは流せなかった、なべさんの、アベノ区民センターであった試合をあの今ゆなきま、ゆなのきままに散歩のこのコーナーでまたあの動画を映そうと思うんだけれども、見事勝利されて、そう総合格闘家の鍋さんなんですけれども、今度はちょっと待ってや、韓国で試合が決まってるんですわ。もうソウルか、ソウル大会ということで、ちょっとこれを映るかな、たらん、これインスタアカウントもね鍋さんで調べていただけたらあるんやけど、鍋は NAVE であるんですが、こんな感じでまた詳細が載ってたりとかして、そろそろ減量も始まってると思うねんな。そうなのでフォローしてぜひとも皆さんで応援お願いしたいなと思っております。そんな鍋さんの VTR がこちらです。スマイルジャック、いけるかな。さあ、こなこなになってしまう前に、なべさん見に来てます、頑張れ。後ずさりして逃げちゃうのもありじゃない、何がどうなっても絶対最後は花丸あげちゃえ、泣くのも笑うのもはにかむ。
る目で進んでゆくよ。今この時間と場所、それだけが確かで、もう諦めなくてよかった、心に秘めたこと、諦めなくてよかった、出会えたこと、笑い合えること信じたあの日の言葉、新しい長い道、空よりも高いのバーブ、変わらないこの想いと、まだ見ぬ白い晴れ、ありがとうございます。シンガーラブソングライターユナで諦めなくてよかった、お届けしました。私ユナ、去年の2月の22日にゃんにゃんにゃんの日にですね、 iTunes で足跡というアルバムをリリースして、もうすぐ1周年ということで、この iTunes で出したアルバム足跡の1曲目がこの諦めなくてよかったっていう曲なんですが、まあアルバムをね作るのを諦めなくてよかったっていう意味もあるけど、私ずっとちょっと東京でシェアハウスをしたくて、ずっと東京に行きたくて1年間だけ行ったことがあって、それを諦めなくてよかったって言って東京でできた曲やったりするのでそうそう、ね、いろんなところからの方向で取れるとは思うんだけど、そういう意味でもいろんな意味でも諦めなくてよかったって思えるような日をね過ごしていけたらなという思いで、今日も、1周年諦めなくてよかったっていう思いでお届けさせていただきました。ようこそ、さっきサンセットボートトークを紹介させていただいた謎のデザイナーさん登場ですそう言ってもった、そうそうそう、やったりしてね、そうそう、まあ南光サンセット TV を南光サンセットホールで公開生配信させていただいております。ユナのナノニスタジオのコーナーでした。住之江あんなことこんなこと、このコーナーは住之江区情報と南光 ATC イベント情報をお届けするコーナーです。マイルということなので ATC からやりたいと思います。
いけ、ETC じゃない方がいいですか？何がいい？どっちでもいい。ということでも、二言目は言わない。ATC の情報でいこうと思います。はい。何から出るかな？出てから言おう。あ、そっちね。はい。ATC バレンタインチョコレートプレゼント第1弾ということで、これ多分そうやで、今年からやと思うで。これね、実はね、明日のバレンタインデーまでなのよ。2月の14日まで。2月の1日からやってたんですが、 ATC 対象ショップにて当日のお買い上げが3000円以上の方に必ず当たるということなんですが、なくなり次第終了となりますなので、ちょっとなくなってる可能性もあるかもしれない、まあ、その辺はちょっとチェックしてから行ってみてほしいなと思います。ネクスト、タナン、出るかしら。諦め、はい、ビートルズ10、こちらですね、出ました。2月の10日はもう終わっとる。お、これ終わっとる。あ、ちゃうわ、ずっとか。2月の10日からですわ。2月の10日から4月の8日までやってるということでございます、ビートルズ10。ほんで、清志郎さんの展示物もあるということで、ビートルズ10は、2200円で、教授さん1800円いるということなんですけども、学生割引があったりとかね、あるので、ぜひとも行ってみてください。11時から20時まで ITM 棟2階の特設会場であるということです。明太子の裏側ちゃうかしらね。はい、お次、2月の17日土曜日、今週の土曜日です。13時からあるのが、ローカルヒーロースクランブル、ローカルヒーローが大集合する、そんなイベントでございます。観覧無料なのでぜひね、ご家族でどうぞ。めっちゃ渋いねんけどそう。ほいでからに、2月の18日の日曜日にあるのが、メインゲートで行われます ATC ポップカルチャーアワーということで、南の FM ステーション YES FM の総力サポートで展開ということで、 YES ハッピーのお二人も来るということなのでね、1限目なんかいろいろなんか出はりますね。はい、ほいでからに、レプタイルズフィーバーウィンター2018が2月の24日と迫りました。24日25日の2日間限定なので、今ね、多分中央線とかもね、今日乗ってきたんやけど、あの、つり革、何でしたっけあれ、やっぱりもう忘れるやん、電車に吊らされてるチラシ、もう電車に吊らされてるチラシでいいわ。え、つり革、そう、つり革はあのだから持つやつかそう、釣り缶にね、多分ね、これ色いっぱい釣り缶いうことで、はい、お次、電車に釣り缶って何やねん。あ、そうなんですよ、今週、何、そうやんか、来週の土曜日ね、2月の24日にあるのが ATC ホイールバルということで、こちら初めての試みなんですが、南光サンセット TV からもアーティストが、出演多数します。南光 ATC がバル&ライブ会場に大変身ということで、多分ね、2階やんな、そうそう、ちょっとよく見て、いろいろちょっと載ってるから、そう、ITM 棟2階、 ITM 棟だけじゃない、オズ棟全体、あ、全体の2階、はい、2階でも限定ですよね、2階は限定ですよね、5箇所、2階の5箇所、オズと ITM とどちらの方でも、2階は2階なんですけども、5箇所でいろんなアーティストが特会一回ライブをするということで、本当にもうバルみたいな感じです。またね、時間なりも、あの、詳細を南光サンセット11時から夜は8時ぐらいまでやるということなんですけども、まあ夜とかになったら屋内にはなるとは思うんですけども、そう、奥、ずっと屋内、あ、ずっと屋内やけど、まあ屋内で、お店の中とかにはなるかなとは、うん、夜にはね。あ、パレードがあるということで、あの、ユナもな、出演すんねんけど、何も詳細分かってないそう、パレードがあんねん。とにかく、ミュージシャンが大集合して、いろんな方々が奏でてくださいます。ね、ライブが、あ、ここでもライブやってる、あ、あそこでもやってるみたいな。だから、とにかく、この日は ATC に来れば間違いない、ゆうこちゃん。はい。そういうことです。南光サンセット TV からは山本新太、鶴田真一、白畑優太、
そしてシンガーラブソングライターゆなが出演させていただきます。その他もうたくさんね、あの面白いあのミュージシャンたち来られるということなので、ぜひともチェックしてみてください。何を見たら分かりますか。南光サンセット TV の詳細でまた書かせていただきます。はい、ぜひともチェックですかな。大丈夫ですか。あ、サザンカかな。はい、住之江区の情報ということで、広報サザンカのあのコーナーになります。南光サンセット TV のインスタで上げたけどさ、今さ、ピョンチャンオリンピックで流れてる世界の平和ちゃう、世界の終わり、世界の終わりが歌ってるテーマソングあるやんか、オリンピックの、その名前がサザンカっていう名前やんか。なんかすごいなと思って、運命を感じたっていうインスタグラムを上げたりしてるので、インスタグラムもフォローしてください。そっちかよって話やけど、はい、サザンカですけれども、ね、さっきもね、サライブの VTR でも乗っけた時にも区長さん出てはりましたね。そんな区長さんがたっぷりと乗ってます。やってみたらできちゃった。初めて区長さんがあの社交ダンス、そうと、絵手紙、絵はがきを、絵手紙を書いたっていう、このエピソードが載ってたりして、なんかさ、絶対さ、これさ、なんかララランドな感じやんな。区長さん映画めっちゃ好きやねんよ。ほんで毎回泣けてくださった時に映画の話ばっかりしはんねんか。いや、もうコメンテーター、映画コメンテーターですって入ってくるぐらいやからさ。だから絶対これ意識してるとは思うねんけど、なんかね、サザンカね、最近面白いあの誰がエピソード書かれてたりするので、あのぜひとも見てみてほしいんやけれども、何を隠そう、南光サンセット TV もたらーん、こちらに載っけてくださってます。これ年末の写真かな、年末の大大大スペシャルした時の写真が、そう、もうミュージシャンが大集合した時のね、写真がまたね、あのアップロードされてます。その横はすみすみマルシェ、嬉しいすみすみマルシェの後ろに載せていただいて、いうことなので、ぜひともサザンカゲッチュしてみてください。ゲッチュ死後あかん古い。そうしてみてください。あのこちらのね、 ITM 棟の2階のグーノート、黄色い看板のレストラン、グーノートでも置かせていただいてます。サザンカでした。おいでからに、そう、今ね言ったね、サザンカに書いてあったすみすみマルシェなんやけど、月に1回第4土曜日にレギュラーで行われている住之江区のイベントです。すみすみマルシェ in 住吉公園、住之江区やけど住吉公園であるということなので、ぜひね、そちらの方も参加していただけたらと思います。シオンの時間、このコーナーは大阪シオンウィンドウオーケストラから、ライブというか、まあコンサート情報をお届けするコーナーなんですが、どこ行ったかな、あった、はい、シオンもね、こないだあれが終わったとこやね、定期演奏会が、確かそうやったような気がするよ。今日もう引っ張りだこやからね、今、はい、2月の17日にあるのが神戸国際会館で、国際ホールね、で、ドラクエコンサート、今がだからドラクエコンサート真っ最中なんじゃない、今から始まるのかな、第1回目が終わったのかな、なんか3カ所ぐらいでやるんだよ。そう、それのだから、神戸バージョンね、はい、17日今週にあるちゅうこっちゃです。ほいでからに、18日もドリーミングブラスコンサートあるいうことでね、あ、アンパンマンが映ってる、アンパンマン、バイキンマン、ドキンちゃんもやってくるいうことで、アンパンマンと音楽会、文化会館大ホール、全然読まれへん、これどこか、あの、のりこさんののりと南、のりなん違うか、き南わからん。これちょっと誰か教えて、これやわ、コメントで教えて、まあええわ、とりあえずあるいうことです。あのホームページ見てみてください、アンパンマン出演、アンパンマン、バイキンマン、ドキンちゃんって書いてるのでね、お子様と一緒にどうぞ。んで、ワンダフルコンサート、今回はフルート20奏&ピアノということで、2月の21日にあります。入場料1000円やけども、当日は500円増しになるので、ぜひとも前売りをどうぞ。
んでからに25日の日曜日にあるのが月一吹奏楽ドンドン来ました。はい、これが2月25日にあるということでね、3月も25日やわ、そうそう日曜日ですね。シオンと一緒にブラバンしたい人大募集ということです。かな、全てにおいてホームページに詳しく載ってるので、もう一回聞き逃したいう方はホームページ見てみてください。あとはもう電話したいんやいう方はね、シオンに電話して聞きたい、直接聞きたいんやいう方はぜひとも直接ホームページの方にお願いします。シオンの電話番号だけ言っときます。フリーコールですけれども0800-919-5508 0800-919-5508 番までお問い合わせ願います。笑顔が集まるソーシャルスマートリポート南光サンセット TV はただいま南光サンセットホールからお届けしております。というわけで最後になりました。タラーン、変わらんやーのコーナーです。一番最後ですよ、大丈夫ですか。はい、こちらまた2月号届けていただきました。いつもまっちゃんさんありがとうございます。この間フリマお邪魔しました。またね、フリマあるっていうことなんだけど夏頃に予定って書いてたりしますね。南光サンセット TV でいつもご紹介させていただいてる記事がタラーハイポーズの記事です。今回ゆらちゃんゆらちゃんゆらちゃんちょっと似てるゆなちゃんとゆらちゃん何でも十分に置き換えだろ住之江区の、東かがやで、はい、すくすく成長しておりますっていうことです。かわいいな、そう生まれたばっかりやん。平成29年ってな、7月の18日生まれということです。ほいでからにいつもな、ちょっと待って、何を言おう思ったかな、いつもな迷うねやんか、全部言いたいから。でもまあ基本的に手に取ってもうなんか持って帰ってお家でゆっくり見てほしいので、そうここで言うのは控えれないけど、いつもそうやね、2月生まれの運勢だけ読んどきましょう。今日は2月の第2火曜日やからね。そうそう、人間関係での縁がより深まりそうです。好きなことや得意なことを周囲の人に話してみましょう。趣味を通して個性的で魅力的な人に出会うチャンスが待っています。個性的で魅力的な人に出会うチャンスが待ってんの、すごい。それはどんな風に出会うのかしら。私は一回電車降りた瞬間にハンカチーフを落としてみたい、落ちましたよみたいなまあそういう漫画の出会いをしてみたよ。で出会いとか言われたらそんなおもちゃわ。ということで、河原版やもんね、サザンカと一緒に、はい、こちらですね、グーノート、黄色い看板グーノートに置かせていただいてます。 ATC に来た際には ITM 棟2階の黄色い看板グーノートで食事をした後にコーヒーを飲んだ、カフェを飲んだ後にぜひともね、こちらの2つ持って帰っていただけたらと思います。テイクフリーですよ。あ、おいでからにね、一番最後にね、こちらの方も、告知しとこうと思います。この間ライブに来ていただいたコーダデガットのお二人なんですけれども、2月の16日今週のフライデーにライブがあるということなのでね、猫の音遊びコーダデガットでぜひとも調べてみてください。あとですね、手塚山音楽祭の新年会に参加させていただきましたならもう音楽祭の募集が始まってるということです。音楽祭自体は5月の26日そして27日あるということなので、ちょっと住之江区近いのでね、こちらの方もちょっとだけお知らせしておきます。もう募集始まってます。ミュージシャン必見、はい、ぐらいかな。あ、その時にまた配られてたこちらの方ね、住吉ソソリはそうソリ橋のコーナーもね、モスがあるということなので、はい、宇治田さんがね配られてましたので、ね、はい、チェックしてみてください。いかがでしょうか。最終的に台本がなくなるといういつものパターンでございます。どの辺、あ、はいはいはい、これはいいな。ね、もう言い残したことはないのかね。時間的にもどうですか、コメントも。あ、時間的にちょっと早いの、ね、こんなんとかも南光サンセットホールにあったりするんやけど、もうなんか子供に目がないから、ユナはで I like it っていうこの冊子
崎島キッズチャレンジっていうことなんですけど、 ATC のイベント情報、人気ファッションキッズグルメをご紹介ということなんだけど、これね去年の11月3日に、創刊されたっていうことなんだけど、このね子供ちゃんたちの写真を撮ってるところなんだと思うんだけど、これがグノートで撮られた写真だったりします。子供ちゃんと一緒にそのお店の情報を特集するっていう感じね。そう、こんな感じ、いい感じよね。なんか子供ちゃんはすごいモデルっぽくて、そうセレストとかもあったりとかね。そう、こんなんもなんかどうなんだろう、募集とかをしてるのかな。なんか気になる方はね、この冊子をあの南港サンセットホールに取りに来るでも大丈夫だし、調べてみてください。なんかね、あのはっきり言って大人は嫌いやけど子供が好きなのでそう、あのシンガーラブソングライターいうな、こんなん見つけたらいちいち紹介したくなります。はい、素敵なファミリーさん、はい、ポーズこんな感じにも載ってたりするので、ぜひまだ気になった方は I like it って調べていただけたら、こんな感じのお前 ATC が揃ってるよっていうね感じでした。そんなん言ってても台本は見つからない。はい、ありましたありました、こちら。あ、じゃあこれじゃない、どれやったかな。もう部屋みたいになってるからね、ここ。ちょっと待ってや。いや、ほんまに毎日さ、ピョンチャンオリンピック見てます。あ、行けました、これですね。はい、もう2月、次回は2月の27日になるんですが、もう終わってますかね、オリンピック。どうなんだろう、まだやってるのかしら。はい、多分まだまだ盛り上がってくるオリンピックだとは思うんだけれども、もうね、これからイベント尽くしで楽しんでもらえたらと思います。もう3連休は過ぎたけどね。次回なんですけれども、もちろん火曜日18時からスタートなんですが、トゥデイズゲストに住之江区役所から西原昇区長さんに来ていただけることが決定しております。そして住之江区情報、 ATC 情報、シオン情報、フォト投稿、ユナのナノニスタジオ、その他盛りだくさんの情報をたっぷりでお届けいたします。場所はここ ATC 内 ITM 棟10階南港サンセットホールから、観覧無料の公開生配信、観覧無料なので本当にね、たくさんの方またまた来ていただけたらなと思います。18時から、公開生配信しております。またまた笑顔が集まるソーシャルスマイルポート南港サンセット TV でまた次回もお会いしましょう。ありがとうございました。 See you、 チャオチャオあなたの笑顔すごい。